この怪我じゃもう球は投げられない。俺の野球人生は終わりだ。バカ野郎、お前はこういう有名な言葉を知っているか。神は試練を乗り越えられる者にしか試練を与えないので、その試練を乗り越えられたという人は、その以前に乗り越えられるための試練を与えられたということだから、それは乗り越え、その人が乗り越えられる、ほら、ほら、だから諦めるな。甲子園で投げる、父さんとの約束、果たせなかったよ。バカ野郎、お前はこういう有名な言葉を知っているか。神は試練を乗り越えたり与えたとか、もういろいろこんなものいらないよ。パシ、まだまだいい球投げるじゃないか。だ、誰だ。鉄尾キャプテン、まだまだいい球投げるじゃないか。おさむ、約束してくれないか。もし俺が明日の試合ホームランを、ヌードでホームランを打つことができたら、手術を受けると。ヌードバッター、鉄尾。さあ、同点で迎えた9回裏ツーアウトの場面、ヌードでバッターボックスに立つのはキャプテン鉄尾です。ヌードになってしまうとは読みを誤ったな、鉄尾くん。どういうことですか、先生。見てみろ、ヌードになってしまうとバントのポーズしかできない。野球では最も初歩的なミスと言われているんだ。ピッチャー第2球、投げました、ストライク。ふっふっふ、少しでも見えてみろ。ブログとかフェイスブックとかを炎上させてやるわい。シュ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 、な、なに。あの野郎、殺せ、殺すんだ。ドンドンドン、ドカン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 、ドカーン。へへへ、みんなオイラのヌードを見るんだ。聞かないだと。みんなオイラのヌードを隅々まで見るといいよ。もっともっと見るんだ。殺してくれ。え、もっともっと殺してくれ。殺してくれ。彼は戦っているんじゃよ。チームを甲子園へ連れて行きたいという気持ちと、ヌードを見られたいという気持ちの間でな。頑張れ、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 頑張れ。球場が一つに。野球人生80年、わしはやっと本当の野球を見たのかもしれんの。さあ顔を上げて、心のベル脱ぎ捨てて、悲しい思い出も辛い過去も脱ぎ捨てて、ユニフォームも脱ぎ捨てて、脱ぎ捨てて走り出そう。阪急を追いかける影が、放課後のグラウンドに二つ伸びる。好きだよと言って投げたボール。